265年に及んだ征夷大将軍の職を返上した徳川家。その命運は慶喜の手に握られていました。王政復古の大号令、さらに時間のうちと追い詰められた慶喜が、それでも最後まで頼みとしていたのは朝廷でした。朝廷に薩摩討伐を願い出る。ところが孝明天皇亡き後、朝廷内では反徳川の勢力が次第に強くなっていました。徳川家を討たんにゃならんとでごわす。そして薩摩勢が用意したのが錦の御旗。朝敵討伐の印でごわす。これを戦場で掲げて、慶喜が朝廷の敵とされることを目論んでいたのです。薩摩が武力を持って向かってきた時は、徳川宗家の嫁らしゅう最後まで戦うまでじゃ。天璋院の運命は、伏見の戦いに敗れた慶喜は江戸に逃げ帰り、勝倫太郎に会い、相談協力を求めました。その結果、天璋院篤姫に会うことを勧められたのです。では私にひたすら教授、隠居謹慎をせよと。戦を避けるためにも、徳川宗家の汚名を注ぐためにも、今はひたすら許しを乞うしかないでしょう。薩摩長州と戦うべきだと言い出す者たちも大勢おりましょう。その声に耳も貸さず、ひたすら教準謹慎を貫くのです。良いですね。はしかし、それだけでは敵も許してはくれんでしょう。私は嘆願書を書こうと思います。徳川慶喜の一命を救ってくれるようにと。できますれば宮様にもお力添えをいただきとうございます。私がですか？朝廷に訴えることのできるお方は他にはおりませぬ。母上様の仰せでしたら。ありがとう。よろしくお願いいたします。なぜそこまでのことを？この慶喜のために。あなたは家族です。徳川という家に集った家族である以上、私は命を懸けてあなたを守らねばなりません。あなたは聡明な人です。すべてが見通せてしまったのでしょう。朝敵として追われる身となること、その末にさらなる戦と流血が待っていることを。いえ、私は人の上に立つ者は孤独です。その孤独の苦さ辛さは味わったものでなければ分かりません。大奥の者たち一千人を取り仕切っていくことでさえ、時にその恐ろしさに身がすくみます。それが
天下を治める将軍ともなれば、いかほどのものか。それをお分かりなのは、私が知る限り、家持公と夫であった家貞公でした。お二人とも将軍の重荷を背負われ若くして亡くなりました。あなたは生きてください。お二人の分まで。これまでのご苦労、お察し申し上げまする。お手を、お手をお上げくださいませ。